やっていきます。漫画模写 RTA、 今回は、リーモデリングより主人公の9歳の女の子リアンナ・ヒルデブランドを書いていこうかなと思います。ヒルデブランドってなかなか個性的な名前ですよね。一応僕調べてみたんですけど、ヒルデブラントってドイツの伝説、ニーゲルンベンの歌とかなんかそういうのに登場する英雄かなんからしいですね。まあ、そこから撮ってんのかどうかはなんかよくわかんないですけど、まあ音の響きがめっちゃいいですよね。もしニーベルンゲンの歌から撮ってるんだとしたら、大野先生、作者の24歳らしいんですけど、大野翔馬先生はめっちゃ博識ですよね。で、大野先生はヤングジャンプ40周年記念の賞金総額最大1億円キャンペーンみたいな、なんかそういうのがあって、それで、最高賞金王といいますか、まあなんか40周年にかけて40タイトルぐらいなんかいろんな賞があったんですけれども、そこでいろんな賞で荒稼ぎして一番お金稼いだ新人っていう、1億円40漫画賞最高賞金金額獲得のキリンジ大野翔馬みたいな感じの1億円の男みたいな感じで、なんかババンとヤングジャンプはなんか宣伝をしてますけれども、1億円かけて出会った才能みたいな、なんかその言い方ちょっと嘘っぽいですけどね、なんかちょっと詐欺のような広告かなという気はしますけれども、大野翔馬先生が取った金額分の値段で言うんだったら、まあ僕もちょっと合算して自分で計算してないんで分かりませんけれども、まあなんか150万とかを全部で150万円ぐらいとか取ったんだったら、まあ150万円の男とかだったら分かりますけれども、1億円の男はなんかその宣伝は嘘ですよね。なんかめっちゃギリギリな宣伝方法してるなっていう風に僕は個人的には思っちゃいましたけど、まあただ漫画はめっちゃおもろいですね。まあなんか1億円かけて見つけてきたルーキーみたいな、そんな言い方されるともう全てのパラメーターがマックスの人間みたいなのを考えちゃいますけれども、お話重視な感じはしますね。お話とあとはその小回り、ネームとしての面白さがかなり抜群の安定感があるタイプっていう、どの話を読んでても、まあ、毎回安定して面白いし、すごいスラスラ読めるっていう、なんかネーム力みたいなのがめっちゃ高いなっていう風に僕は感じました。絵は結構慣れるのに時間がかかるような気はしますけど、目が大きい系の絵なんで、ちょっとそこの人間のデフォルメになれるのに若干時間はかかる気がしますけど、ただ僕、まあ最近の漫画の中では、最近僕が読んだ漫画の中ではなんか一番スラスラ、今28話だったかなまでで、第1部が終わってるんですけど、28話までで、まあその28話までもノンストップで読んじゃいましたね。そんぐらい面白かったです。で、漫画模写 RTA の難易度としてはまあ C ぐらいですかね。本当はこれ時間かけて描かなきゃいけない絵だから、多分超丁寧に描いてったらもっともっと難易度上がったんだと思うんですけれども、まあとりあえず僕は急いでいたので遠目の印象がなんとなく似てればいいかなって、もっと多分これの3倍ぐらい線は細かかったんですけれども、ちょっとそこら辺僕がはしょっちゃったんで、僕が勝手にはしょった分難易度が下がったっていう感じなんですけれども、ただなんかこの作画でずっとお話が続けば今の5倍ぐらいは有名だったんじゃないかなっていう気はしますけれども、ちょっと作画カロリーが高いんですかね。まあ前話読んだ上で一番模写したかった絵がこの絵だったっていう感じで、今回はその僕いつもなんかそのお話の好きなところを模写したりとかしてるんですけど、今回は一番好きな絵のシーンをちょっと模写してみました。とは言いつつなんかここのシーンも結構激アツで、というか知らない人のためにさらっとあらすじを説明しておくと、人々がなんかたまに超人っていう超能力使える能力みたいなのが目覚めることがあるんですよ。ただこれは悪いものとされている世界観なんですよね。超人のせいで超人がいなかった頃よりも250倍ぐらい犯罪が増えたみたいな、超人は悪
超人は捕まえろみたいな、もう問答無用で超人だとバレた瞬間に捕まる世界なんですよ。で主人公も愛されない女の子、9歳の女の子で、で母親だけが自分のことを愛してくれてるはずだから、だから学校でいじめられたりとかしても、超人ってバレてないのにいじめられてるんですよ。だからもう9歳にしてもう人生のどん底、もう人生のずんどかな彼女がひょんな折に母親にまでも愛されてないっていうことを知ってしまって、もうそれで超人の能力が暴発しちゃって、で引っ捕らえられて、超人っていうのはその捕まった後まことしやかに地下帝国みたいな感じでコロッセウムみたいなところで殺し合いをさせられるみたいな、なんかそんな噂があるんですけれども、まあそれは本当でしたっていうここで出てくるのがリーモデリングっていう、リーモデリングってサイボーグみたいな感じで、まあハガレンでいうオートメールみたいな、なんかサイボーグ的な感じで、機械の力で超人の超人的な能力に対抗するために、肉体改造をしてるみたいな、まあ肉体改造してない人もリーモデリングっていうのか分かんないですけれども、まあそのリーモデリングっていうことですよね。そういうそのオートメール的なのをまとったリーモデリングの人たちと超人が殺し合いをするようなコロッセウムに主人公登録されちゃうわけですよ。というかもうそこに捕まえられたら、もうそこで戦うしか、戦って勝って人権を得るしかないっていうような、まあいきなりそういう極限状態に追い込まれるんですよね主人公が。ただ主人公の超人の能力はもうガチャで言ったらもう多分 SSS ランクみたいな超超超当たり、ハガレンみたいに、てかまあ多分ハガレンを真似してることはもう隠す気はないと思うんですけれども、小野先生はハガレンみたいになんとかの超人、なんとかの錬金術師って2つ名つくんですよ。鋼の錬金術師とか炎の錬金術師みたいな。で主人公は何の超人かと言いますと、灼熱の超人なんですよね。主人公は火とかっていうレベルじゃないですよ。秘剣のエースとかっていうレベルじゃなくて、マグマグの実みたいな、火の上位互換マグマみたいな感じで、灼熱なんですよ。太陽の力みたいな感じで、ものすごい強い当たりの能力の超人なんですよね。しかも稀にその超人っていうのは自分の能力に対してそれを扱う才能もセットで手にすることができるみたいな、もしくは生まれながらに持っているっていう。で主人公はその超超当たりの灼熱の超人の能力プラスそれを扱うような戦闘の才能っていうのも持っていたっていう。しかもその戦闘の才能があまりにもありすぎるせいで、後々に、まあ、こっからちょっとネタバレ成分入りますけど、まあやんわりネタバレなんで勘弁してください。虐殺の超人っていうような、そんな2つ名もつけられるんですよね。ここら辺ちょっと熱いんですよね。主人公ってこの狂った世界の中で誰よりもピースフルなというか、まあ9歳の女の子ですから、まあ一番博愛主義なんですけれども、そんな彼女に虐殺の超人っていうような2つ名がつくっていうのは、まあこの話の展開は面白いっすね本当に。しかもそのハガレンスタイルで面白いのが、まあハガレンってシンリ君みたいなやつ出てくるじゃないですか。顔真っ黒で歯だけ白いみたいなやつ、シンリ君みたいなやつ出てくるんですよね。でそいつがなんか助言してくれたりとか、まああとはそのシンリ君に大切な何かを持ってかれる代わりに超強力な力を得ることができるバベル契約っていうのがあるんですよ。まあこれもまんまハガレンのシンリ君となんかその取引して何か持ってかれたらその代わり錬金術を錬成なしでできるみたいな、なんかパーンって手を打っただけで錬成できるようになったエドワード・エルリックみたいな感じで、シンリ君と契約することによって強くなるみたいな、もうなんかそこら辺完全にもう僕はもう隠す気がないオマージュなんだよっていうような、まあなんかメッセージなのかなという気はしますけれども、だからもうふんだんにその鋼の錬金術師メソッドみたいなのが使われていて、なんかそこら辺も面白いんですよね。というよりはもう鋼の錬金術師メソッドだけじゃなくて、まあいろんな漫画の、特にものすごい大ヒットした少年漫画のメソッドっていうのはかなり使われている気がして、まあ冒頭でもその大野先生は勉強熱心というか博識な人なんじゃないかみたいな、
24歳にしてもいろんなことを調べ尽くしてる人なんじゃないかみたいなことは言ったと思うんですけれども、またまた僕の悪い癖である元ネタ探しの旅と言いますか、あの断っておくと僕別にあのパクリだみたいなことを言いたいわけじゃなくて、あの少年漫画だったりとか大ヒットしてるものからこういう風なメソッドを使えば面白くなるみたいな、その大野先生が見つけたであろう少年漫画の文法みたいな、そういうメソッドっていうのを僕が大野先生の作品を通して理解してそれで喜んでいるっていうことなんですけれども、まあ鋼の錬金術師のその二つなシステムだったりとか、まあオートメールだったりとか、その心理くんの演出みたいなのもそうだし、僕が今書いてるシーンっていうのはあのブリーチメソッドが使われているシーンなんですよね。というのは、引けば老いるぞ、臆せば死ぬぞ、叫べ我が名は残月のあれですけど、なんか主人公に対して師匠みたいな人がお前は力の使い方が分かってないなみたいな感じで、あのこうこうこうしてこうしてこうして、それで最後に我が名を叫ぶんだ、で主人公が引き継いで残月みたいな、なんかその途中までは師匠がいろいろ言ってたんだけれども、それを最後バトンタッチしていいところを主人公が持ってく式のやつのことを言ってるんですけれども、このシーンでも例の心理くんが主人公のリアンナちゃんに対してあなたに今使える技を教えてあげるわみたいな感じでなんか語りかけてくるんですよ。なんか錯乱と精神崩壊みたいな、逆に焼却エネルギーが多すぎるとあなたの肉体に被害が出る、これはとても繊細な技よ、エネルギー量を完全に計算しコントロールできなければいけない、空間をつなげるやり方を教えるわ、まずは型を取る、そして相手を指定する、この場合有毒ガス、そして名を呼ぶの黒点みたいな感じの、太陽の黒点の黒点です。黒点っていう風にその必殺技の名前を呼ぶときに主人公がバトンタッチして黒点っていう、やっぱめちゃめちゃその最初に技名が出る瞬間って大事だと思うんですよね。だからこの技名をバトンタッチして叫ぶ式のやつって、まあブリーチ最初じゃない気がしますけど、まあ一応そのブリーチのあれが叫べ残月のあれが一応有名だから、まあブリーチシステムとさせていただきましたが、これ激アツですよね。しかも何が激アツって、一番最初に覚えた技フレアだったんですよ。まあ太陽フレアとかから来てると思うんですけれども、まあフレアって若干ダサいじゃないですか。そのこういう系の技名ってそのなんかドラクエだったりとかファイナルファンタジーだったりとかのなんかそのファイヤーとかファイガーとかファイラーとかメラーとかメラミーとか、なんかそういうなんかいかにも RPG の呪文みたいな感じの呪文ってもう割ともういろんな、まあ特に最近はその異世界転生ブームだったりとかするんで、まあそういう呪文ってもうかなり入って捨てるほどあると言いますか、まあちょっとまあ今更フレアかよみたいな感じは読んでてしちゃうじゃないですか、どうしても。ただそこに来て次の技黒点ですよ。いやこれはなんかおしゃれな技来たなってなりますよね。いやめっちゃかっこよかったですねこのシーン。あと僕が何気にいいなって思ったのが、ナルトの死に設定をちゃんとうまく利用したっていう、まあわかんないですよ、ナルトから来てるかどうかわかんないですけれども、なんかそのナルトが岸本先生が、まあ、たまに本当に死に設定を作るじゃないですか。あの技は使うなようで本当に使わなかったみたいな、なんかそういうナルトが全然活かせなかった死に設定っていうのを大野先生はちょっとうまく取り込んだなって思ったのが、回復なんですけれども、仲間に回復キャラがいるとちょっとその冒険の緊張感なくなったりするじゃないですか。ジョジョのジョースケとかなんかジョルノ・ジョバーナとか味方回復できるキャラがいるとものすごい大怪我するみたいな、なんかありません？どうせ回復するからめっちゃ大怪我するみたいな。まあでも結局回復するからなんかそんなに大怪我する割にはあんま緊張感ないと言いますか。でリーモデリングにもこの漫画にも回復キャラいるんですよ。だからちょっと回復キャラって扱い難しいから緊張感出なくなりがちなところをナルトが活かせなかったいい設定をちゃんと使うからこその
むしろ回復すればするほど絶望的な状況になっていくっていう、なんだかわかります？主に綱手の陰風陰海忍法創造再生ってやつのことを言ってるんですけど綱手だったか静音だったかが人の細胞分裂の数は決まっていて回数は決まっていて、だからそれを忍術とかで早めて無理やり治療とかしたら寿命が縮まるみたいな、さらっと恐ろしいこと言ってましたよね。でもこれってどんぐらい寿命が縮まったかを言ってくれないとあんまり怖さわかんないんですよね。デスノートとかだったらその死神の目の力を手に入れるために寿命が半分になるとかだったらまあ分かりやすく怖いじゃないですか。そんなに寿命を犠牲にしなきゃいけないのかよみたいな。でその医療忍術も結構バリバリみんな使うし、ナルトとかも結構ボロボロになるたびになんかキュービの力で無理やりグワーって肉体を再生したりとか、もうサスケに体になんかもう肺に大穴開けられた時とかもギューンってものすごい勢いで回復したりとか、キュービの尾が増えすぎたらなんか皮膚がペリペリめくれて血だらけになってでそれをまた回復してでもまたそれが剥がれてみたいな、あんな再生無茶な再生してたらものすごい勢いで寿命減ってってるんじゃないかなみたいなのも、まあ、どんぐらいあと何年生きれるかみたいな、その寿命がどんぐらい減ってるかっていうのが分かる必要がありますよね。だからなんかそこら辺の危機感っていうのがナルトってもうバン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 そういう再生をしちゃうから実は怖いことしてるっていうのが分かんない状態で進んじゃうっていう、その細胞分裂の数が決まってるみたいなのがちょっと死に設定になってたと思うんですけれども、リーモデリングではもうそこら辺はもうナルトよりも下手したらもうバン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 腕とかちょんげえたりとかものすごいひどい怪我をしては仲間によって回復してもらうんですけれども、やっぱそこでも細胞分裂の回数は決まってるっていうセリフ出てくるんですよ。だから主人公の女の子は弱い9歳にしてもうものすごいその怪我をすることと回復をすることのサイクルを回し続けちゃったせいで何年かは言いませんけれども衝撃の年数しか生きれないっていうのが発覚するんですよね。そこら辺とかもやっぱうまいなって思いましたね。やっぱノーリスクで回復できちゃったらもうさすがにもう捨て身の攻撃みたいなのがもう何の緊張感もなくなって面白くなくなっちゃいますから、もうリスクがない江戸転生とかもうあんなん全然面白くないじゃないですかと言ったらあれですけど、素晴らしい効果を得るためにはまあそれ相応の犠牲を払わなきゃいけないっていう、まあこれももしかしたらハガレンの透過交換メソッドなのかもしれないですけれども、まあそうなんですよね。もうここまで聞いていただいた人にはもうお分かりかと思いますけれども、この漫画もうタコピーの現在ぐらい毎回毎回絶望がやってくるんですよね。28話ぐらいありますけれども毎回毎回引きが絶望で終わるんですよね。いや恐ろしいことですよね本当これは。そしてまあ絶望すればするほど主人公は強くなっていくような節はありますね。でこの漫画の魅力として戦闘シーン結構面白いんですよね。全然超絶画力タイプの作家さんではないんですけれども、バトルシーンも、まあ、そのデッサンだったりとか人体のもうめちゃめちゃ普通に狂ってると思うんですけれども、それでもめちゃめちゃそのアクションシーンが面白い、なんかバトルシーンが面白い漫画って僕最近の漫画であんまないなって、あんまないなどころかめっきりないなっていう風に思ってたんですけれども、リーモデリングは戦闘シーン普通に面白いですね。でこれはワンピースメソッドがあると僕は睨んでいます。ワンピースメソッドというのは体をめっちゃ大きく動かすってやつですね。本当は多分戦闘実際の戦いとかってもうちょい地味だと思うんですけれども、ワンピースのキャラクターたちって体めちゃめちゃ豪快に動かすじゃないですか。もう舞台みたいな感じと言いますか、そのシルエットでも何やってるかわかるみたいな、体をなんかバネみたいにしならせてめちゃめちゃその動きのあるポージングをして戦うっていうのが僕ワンピースの特徴だなって思ってるんですけれども、リーモデリングのキャラクターたちももうほんとこれでもかっていうぐらい体をめちゃめちゃしならせて動きがあるんですよね。この戦闘シーンがすごい面白くて、なんかもう面白いポージングというかかっこいいポージングのストックみたいなのが大野先生ってめちゃめちゃあるなっていう風に
読んでて思いましたね。で個人的にはめっちゃネタバレになるからその誰がとは言えないんですけど、まあ、あるめっちゃ激アツな人物が激アツなタイミングでガーラ対リーの戦いの時にガイ先生が割り込んできたみたいなポーズで、ある人物がその自分の名前を名乗るシーンがあるんですけれども、もうそこがめちゃめちゃ熱かったですね。うわかっこいいというか、まあ本当はここのシーン書こうかなと思ったんですけど、まあここなんかネタバレ具合は、まあ相当ネタバレしていかないと解説できないからやめようかなっていうふうに思ったんですけど、いやめっちゃ熱かったですね。でもう一個熱いシーンとして、もうここのネタバレは言ってもいいだろうと思うんで言っちゃいますけど、僕が熱いし笑ったのは猫がいるんですけど、猫がキルアみたいになるシーンがあって、ハンターハンターのキルアですけど、いやそんなわけねえだろって思うかもしれませんけれども、いや読んでみたら、あ確かにキルアかもっていう風に納得してもらえると思うんで、いやこの猫がキルアになるシーンはめちゃ激アツなんですよね。で絶対違うと思うんですけれども、バーテンダー、セラピスト兼バーテンダーみたいなやつが出てきて、もしかしてそいつはパプリカに出てきたバーテンダーをちょっと意識してんのかなっていうのは、この推測は多分絶対違うと思いますけどもまあもしそうだったらちょっと熱いなっていうふうに思いました。まあ、そのバーテンダーも、まあ、バーテンダーは2番目に好きなキャラクターで、1番目に好きなのは、まあ、僕がさっき言ったそのガイ先生のキャラクターなんですけれどもこのバーテンダー、これはパプリカの豆知識ですけど、実はパプリカに出てくるバーテンダーの声やってるのって、実は原作者の筒井康隆と、あとそのパプリカの監督をやっているコンサト氏っていうのを知ってましたという豆知識を最後全然関係なくなっちゃった。まあその関係ない豆知識で締めさせてもらおうかなと思います。本日はおしまいです。お疲れ様でした。